ちょっともう聞いてくださいよ皆さん、ちょっとまああのね、あのピンコステージのね、ピンコステージって言うかな、あのラスボスとおぼしきやつとに負けて続きから押したらもう一回初めからこのボスと戦うことになってね、このっていうのは4の4未来ステージのあのメカみたいなボスな戦うことになってね、震えたね3機じゃ倒せるわけがないっちゅうことで、ロードしてからやってもう一回ここに舞い戻ってきた。終わらす。思ってる以上にニューニューは難しい。これはね、これ倒さないと次に行けないってのはどういうことなんだ。倒せねえよ。おっと、それはないな。当たったー。まあこれはハンデということで。おっぷぷ、なんつうかわし方よ。よし、一つのアドバンテージを得た。あ、まあいい、こいつは雑魚だ。この第二形態は雑魚。もうなんか今何も考えてなかったプレイングの中に。まずいね、これは負けたかもしれんね。もしもね、このパートでクリアできなかったら次は、あ、ぼーっとしてるんだよ、ぼーっと。なんかぼーっとしちゃってる。恐ろしいことにぼーっとしちゃってる。次はかわす。あ、あれ？なんで A ボタン押した？しゃあ来いや。ここにいりゃ大丈夫。んで、ちょっと、もう、もう、まあいい、まあいい、うまいことリカバーした。なんで当たった今、なんで当たった今。もうダメだよこれ。あ、また下がっちゃった。ここでかわす。来い。うぃー、うぃー。さあ第三形態、これが難所ですね。ねえこの炎を避けるのがな、うーん、炎とサーチライトを避けながらという。よし、んで前に行って、ゆーおいで、この状態になったら一番後ろのところまで下がっておいて、手をジャンプでかわす。うーい慣れたもんだぜ本当に。でこの時左にいればなんとかなる、なんとかなる。ここで次は、バーを超える、下上とか、そういう順番でな。よし、ほいでこっからだ。うい、うい、後ろ、もう今の一気なくなってる。いやこれは、あの、何パートがかかるかもしれん、ボス戦に。思ったはいいが。
パティーンが変わったよ、パティーンが。うまくいけば。これかわすの本当才能が。ほら、これで、これ。これあと一発当てたら、という状況まで作った。あとはこれを華麗にかわすことさえできれば。なあ、かわせないじゃない。かわせてないじゃない。いやー、難しいな。やっぱり。一筋縄じゃいかんわ。完璧ではある。ここまではな。ここまでは完璧ではある。そしてここ手をジャンプジャンプ、おいで。左で待つ、左で待つ。ここだ、こっからだ、こっからだ。シールドが一つ張った状態で、なおかつ左にカプセルもある。当たるんだよな。くそー、くそー、ういー、いけてるんだよ、ここまではいけてるんだよ。手をかわす、手をかわす。よい、よいしょい。ああ、マイクの音大丈夫だな。マイクの音は大丈夫ですね。ああ、タイミング悪かった。だが、まあ、行幸と言っておこう。タイミング悪くても行幸。ここをかわすのは造作もないことだ。もはや造作もない。んで、左で取っていい。タイミング、タイミングまずった。当たってるね、当たってるね。左右、ほい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 、うい、水。なあ、ライトがさ、ライトで死ぬのはちょっと理不尽ですわ。ライトで死ぬのは理不尽ですわ。今のコースでも当たったか、俺。言うほど当たったか。言うほど当たったかって言いたい。そういうものを訴えていきたい。言うほど当たったかって。これは当た、ああ、かわした。これは当たるって言ったの。言おうと思った。チョインチョインチョイン。チョインチョインチョイン。ふいー。よいしょー。うぃ。ああ、だから、気負いが出たわ。焦りが出た。焦ったらあかんね。こいや。バカ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 。丸裸ではな。丸裸ではこれを越せられないよ。一発は当たっちゃう。お、当たんなかった。当たんなかったが、これがね、これはほんと運だよな。運つうか、運だな。運というとこ。運と実力だな。実力が、実力が3割ぐらい。ほぼ運。みたいな。当たったよ。当たっちゃったよ。来いや。もうここから一発も食らわん。ね、当たった？ビームに、上のビームに当たった。あと一発なんだよ。あと一発がな、あと一発が果てしなく重いわ。
流れは作ってるんだがな。いけてる？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 よし！よしよしよし！勝った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 って勝ったって勝ったでしょうが。もっとか近くで見よう。貴重なゴールドコイン全て回収していこう。さあボスだ、ボスとの対決の時間だ。真のボスとの、真のボスってやめて。さあにゃん、また音声あげとこう。目ん玉食い抜いて。アナコンダ。音あれかい？ちょっとあれかい？まあまあまあ。動画撮りながら音の調整はできない。音のどんな具合だかは自分で確かめられない。さあパーティーの始まりだ。あと9分間だけ付き合ってやる、このパーティーに、この劇にな。もしも9分間で倒せなかったら、9分で倒せなかったらあれだから。おい危ねえ、おい危ない危ない、むちゃしよるぜ。いいはー、なんでダウン、なんで当たり判定がよくわかんねえ。どこが弱点なのあなたは。ありえって。おどと。おおい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 。ゴロだとダメなのか。多少フライでないと。これがきつい。これがきつい。ここまで正直は来てないか。来てない来てない。あ、当たってる。どうしましたか。びっくりするわ。何やってんのあなた。何ができますか。いきなり Google アシストが Google アシストが起動して、スワイプすると他のゲームをご覧にいただけるそうだ。当たるんだい。さあ来い。カムヒア。うい。これを。何が良かったのかな、アシストさん。まずい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 。結局当たっとる。結局当たっとるんじゃ。どうにもならんけえよ、こんな。はあ。ニュースはある？適当にニュース記事を調べた Google アシストちゃんが。歌歌って。歌歌って。あ、撮っちゃった、間違えて。集中力がそがれながらやってる。早口言葉を教えて。なんか言ったな。Google アシストしながらゲームとか無理だな。ちょっと無理だな。ちょっと無理。ちょっと無理。
輸出者、輸出なんちゃら、輸出なんちゃらっていうの。当たるんだよ、そのタイミング悪かったジャンプでな。オーケー。スパスティーブ。負けるか。よし。ありえって。そりゃそうなるわい。さあ、やるぞ。のっちき。はい。あのスカートの部分に当てるといいような気がするね。ありえってん。まずい。おい。ふぅ。これでどうだ。俺が外したのは分かった。よし、オッケー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 。爆弾だ、次。爆弾爆弾。この端まで来とけば、まあ、まあ大丈夫でしょう。あ、ショーじゃない。これが大丈夫じゃないっつうのがな、なんとも嫌だな。当たるよ、当たるんだよ、当たるんだよ。これが当たるんだよ。2個投げただろ、今、あいつ。3つ投げただろ、3つ。それは、条約違反ではないですか。さあ、来い。レーザー砲来い。この、単発レーザーなら、2つぐらいなら。あ、これが厄介。これが、これが。このミサイルが厄介でござる。よし。こうしたら。ざっけんなよ。けんなよ。ういし。くっくっ。ヒーハーじゃねえって。頼む。ワンチャンくれ、ワンチャン。ワンチャンくれ。ほっ。ぐわあ。すこ。お？スコって言ったらあなたも素敵ですって書いてきた。へえ、スコって通用するんだ。油断を、隙を見せた途端だよ。危ねえ。左に行くと見せかけて右に切りもみターン。さあ来い。ええー。上当たるよ、それ。これはかわせない。左行き、ちょっと危ない。スリリングだな、ほんとスリリングだな。よーし、バウンドが足りんかったんだな。足元ではなくバウンディ。どこだ、ここか、ここいや大丈夫か。よし、これが一番きついか。よっしゃ。ういえ。あ、ちょっと今一瞬何も考えてなかった。次はミサイルだったな。来いよ来いよ来いよ。おい、うい、うい、絶対負けんぞ。くそ、神回避でしょ今のは。ほぼ神回避でしょ。どっち、こっち、こう。よし、なったったー。当たってる。もっと見えやすい線にしてくれ。もっと見えやすいレーザーを採用してください。いやー、わかんねえ。どっちに打ってくる。こっち。あんたが強いのはもう十分わかったよ。
当たった。自分が体当たりしちゃった。おっ、ウィー、あれ2発当てたつもりだったのにな。1発目が当たってなかったか。どうやら外した。これでマーベラス、どこに行く。こっち、ちょっと当たるね。当たるっつってんだよ。もうえへへへへ。え、ああ、なるほど、なるほどね。うー、怖え、ふー、怖え。2匹来いや、2匹来いや。おー、よろしいのではなくて。神回避、神回避。ヒーハーじゃねえんだよー。当たる。もうこれはもうどうにもならんからね。さあ次の携帯を見してくれ。次の携帯を。さあどうなる、どうなる、どうなる、どうなる。どうなった。とっさの判断したぞ俺は。今クリア、クリアいけたんじゃないですかこれ。クリアだ。これはクリアじゃないの。キャラクターボイス、ニューニュー、片岡千尋、博士、青野武、上村のり子、ビューティーが上村のり子ね、ピンコが三輪勝恵、ヤスが立田直樹、聞き慣れない名前たちがたくさん。やったや、クリアしたぞ俺。終わった。いやー、こんな達成感あるゲーム今までやったことないな。アザラシの長いゲーム人生の中でもこんなに、あー、これ終わったっていう、終わった、本当に終わったか、まだちょっとまだ疑心暗鬼だけど、いやー終わった。田村学ディレクター、ここに書いてる名前の一つ一つが全部自分を苦しめた人間たちの名前なんだ。トータルタイム8時間16秒3。これ嘘だけど8時間だよ。もっともっとかかってます。ご褒美は16分の0。どうした。アンディ、なんだん、まだまだじゃん。はい、まだまだだって。まさかご褒美を。ドルル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 ル。何か変わったことがある。いや変わったことはない。へへ、シバトラの穴、はじめから続きからノーファイル、はじめから芝虎の穴。芝虎の穴は磁場ギミックのコンボを習得するための秘密施設です。見返りを期待せず、ただ黙々と次から次へと磁場ギミックコンボをクリアしてくるのみ。シリアスでノーフューチャーでストイックな
してしかばね拾うものなしなのです。はあ、これは手を出さん方が良かったか。動画の終わりにふさわしくないやつだ。何これ、何これ、何これ、珍百景。制作者に問いたい、これは一体何なのかと。ご褒美、ご褒美みたいな。おい、気が狂うぞ、これは。これは気が狂うぞ。これは気が狂ってしまうぞ。どうかな。脱出していいですか、このプリズンは。どこまでステージがあるかは分からんが、いつまでこれを、ストイックすぎませんかね、ストイックすぎませんかね。こら、非常に実況向きと言える。頭がおかしくなるぞ。おい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 、ダメだダメだ、やっちゃってるやっちゃってる、ダメ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 。せっかくクリアしたのに、クリアしたのにまた自らプリズンに入りに行ってる。これは良くない。俺は何をやってるんだ、俺は一体何を、俺は一体何をやってるんだ。わからない、何もわからない。ストイックですね。もう何も考えられないですね。ストイックですね。もうゴールしていいかな。さすがにこれじゃ締まりが悪いわ。締まりが悪い。これがニューニューの世界ということを痛感していただ。やりたい欲が出てきちゃうもんな。メインセレクトね。メインセレクトしたいわけじゃない。もう終わりにしたいんだ。なんか、まだまだじゃのうってあのラーメンじじいにはじいさんに言われたじゃろ。なんかもうちょっとなんか。なんじゃこりゃ。初めての磁場か。蛍光と対策、磁場ドリル、実践と応用、磁場トラの穴って書いてある。はぁ、はあ、やらんよ、もうニューニューはやらんよ。いかに言うてもニューニューはもうやらんぞ。ニューゲーム始めたらニューゲームだし、ロードゲーム始めたらあそこに行くよな。これやったらさ、一旦押してみるかい。何もこのニューニューをクリアしたことによる得点みたいなものが何もないというか、ここだよな、どうせ。ですよね。これは俺が最初に作った、ボス倒す前に作ったセーブファイルだ。もういいや、終わろう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 。もうこれもうダメだダメだ。逃げないと。早く逃げないと。わけわかんねえうちにもう一回ニューニューやらされちまうよ、これじゃ。ニューニューということで。いやー、長らくお付き合いいただきましたでしょうか、スーパーマグネチックニューニューね。いや、もう後ろの方とか、もう何やってるのか自分もよくわからないぐらい頭おかしくなってましたけども、なんとか終わることができました。またね、また本当に10年後とか100年後とかに、もしかしたらこのジバトラの穴をやって進めていくかもしれないけど、いやー、やんないなー。やんないなー。まずやんないなー。まあまあ、でもゲームとしては面白かったよ。うん。こんなに達成感味わえたゲームなかったんでね。まあまあ。
まあ面白かったじゃ面白かったかな。ほらまたまた別のね、別のゲームでお会いしましょう。このゲームを、この実況を見てくれた人がどんだけいるかは分かりませんが、しかしまあ、最後は結構手に汗握るというか、いやでも全体的に面白かったと思うけどな。もっといろんな人に、実況の質は低いけれども、見てほしいなって思う実況でした。もっと悪態つきながらやったら面白かったかもしれない。いや、そういうタイプでもないしな。まあ、ぜひね、皆さんも一度、ドリームキャストを買う機会があったら、スーパーマグネチックニューニューを手に取ってやってみたらいいと思います。ね、自分の実況を見てたならね、多分おそらく結構、攻略法分かってるかなって感じでいると思うけど、こんな難しいのかって感じがすると思う。3D のね、ぐるぐるは意外にね、本当頭おかしくないかと思った。ちゅうことで、ほな、また別の動画で会いましょう。ほな、また。